ニュースモーニングサテライトは、テレビ、東京系列で1998年10月1日より、平日の朝に生放送されている朝の情報番組、経済報道番組である。略称は、モーニングサテライト、ーサテ。新聞などの番組表では、M サテ、モーサテ、M サテライト、モーニングサテライトなど、電子番組ガイドでは、ニュースモーニングサテライト、ーサテと表記。 番組のロゴは、最初期から2016年11月4日までは、英語で、モーニングサテライトと表記し、2016年11月7日から2021年3月26日までは、モーサテと表記。2021年3月29日から、ニュースモーニングサテライトに表記が改められた。百九十八年十月に、それまで放送されていた、株式市況番組、 マーケットライブとニュース情報番組ニュースウェーブ615の2番組が統合する形でスタートした。日本経済新聞社の協力による経済、市況関連情報に的を絞った朝のニュース番組、いわゆる社会ニュース及びスポーツ、芸能情報については取り扱わない。ワールドビジネスサテライト同様に日本経済新聞社協力の経済ニュース番組だが、 WBS に比べ金融、証券市場関連のニュースが多いのが特徴。毎日ニューヨーク証券取引所、ナスダックから生中継で取引状況を伝えるほか、ゲストインタビューなどアメリカの経済情報も伝えられる。それを踏まえ、東京からの放送は市場予測などを中心に今後の動向を分析する構成となっている。 番組開始当初から2006年3月まではニューヨークのスタジオからの放送が主体であり、東京スタジオは補完的なものであった。2006年春改編で東京スタジオからの中継を増やし、番組比重はニューヨークと東京で半々となった。ニューヨークの矢吹キ,キャスターが降板し、東京では日替わりゲストに加えてマーケットキャスターなる証券会社のゲストが日替わりで登場。 その他は随所にフラッシュニュースと天気予報番組後半に特集を放送している。NY 東京から新聞記事を紹介するほか WBS のトレンド卵や E モーニングの初物初物に似たネタの種というコーナーを放送。2016年11月7日、テレビ東京が虎ノ門の日経電波会館から住みとも不動産六本木グランドタワーの 原本社に移転すると同時にタイトルロゴを放送開始から続いてきたモーニングサテライトと表記していたのを猛さてに刷新。本番組がテレビ東京及び BS ジャパンにおける原本社最初の番組となった。同時にニューヨーク市局のスタジオもそれまでの標準画質からハイビジョン画質に切り替わったがニューヨークからの中継は大幅に縮小し、 東京スタジオからの放送主体となった番組のサイトに今日のおまけコーナーがあり生放送終了後の出演者とゲストのトークコーナーが毎日配信されている毎週月曜はニューヨーク市局のキャスターが参加2016年11月4日までは生放送終了後のスタジオで収録していたが移転した六本木グランドタワーのスタジオが自番組の モーニングチャージと共用している関係上、報道フロア内からの収録に変更された。2017年4月より次番組のモーニングチャージを吸収する形で放送時間を拡大し、テレビ東京系列局での唯一の朝のニュース番組となった。2021年3月29日をもってタイトルロゴをおよそ4年5ヶ月にわたって使用した、猛サテという表記が、 ニュースモーニングサテライトに刷新された。2020年7月現在、ゲスト日替わりで出演。店舗型の老舗から、ネット専業の証券会社、金融系、製保系、シンクタンクまで、比較的幅広く、男女関係なく登場する。紹介テロップでは各ゲストの得意分野が書かれる。ありがとうございます。